はい、皆さんこんにちは。ドキュン大好きニーニーとミンタです。奈良市、奈良駅か、奈良駅の近くにいます。はい、でね、今日来てるところが木津城址公園かな、はい、の方に来てます。はい、ね、すごい夜景が綺麗なんですよね。すごく綺麗でね、トイレもすごい綺麗なんですけど、トイレットペーパーがね全部ないと。なんで、まあ、もしこれね車中泊される方は気をつけてください。結構ね駐車場いっぱいあるんだけど、誰もいない静かなところで、すごい夜景も綺麗ですね。はい、で今日行ってきた、お風呂ホテイユさんですね。また奈良の近くの、なんて言うんだろう、昭和のお風呂を平成版に変えた感じですかね。でもね、ちょっとね、もう駐車場がすごい広かったんですけど、もう中もねちょっと混んでたかなと。個人的に言っちゃうと、誰もいないところのお風呂が好きですね。で、その後、ご飯は今日は、食べに行きました。ラーメン屋さんです。あれ、なんか今日あれじゃない、ちょっと違くない？ないわ。え、T シャツ、これ、うん、これからブームなの。あ、またニンニンがどういうブーム流行らせる、あえて裏を切る、うん、いいと思う。どうしよう。はい、お部屋乾杯。乾杯。台湾系のが好きだっけ？うん、海外の香辛料ががっつり効いてる系が好き。パクチーとかも好きだし。これは無理だ。うまい。美味しい。マジで、うん、ピリ辛。濃厚鶏白湯パン。パイパイタン。パイタン。パイタン。タンパン？パイタン。タイパン麺。はい、いただきます。あー、美味しい。すごいあっさりしてる。おいしい。で、私ね、この香辛料がね強いのがダメなんですよ。匂いがきつくて。ああ、好きな人はめっちゃ好きだねこれはね。これおいしいね。うん、結構こってりしてる気がする。これ何つった俺？あっさり。あっさりした。鶏ガラのこってり派ですね今。昔だったら。あ、お願いします。はい、どうぞ。はい、おいめし。勝手に。すごい匂いがする。ニラだね。おいしい。おいしい。ごちそうさまでございました。顔出して大丈夫ですか？大丈夫だね。かっこいいお兄さんだ。イケメンですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、とても美味しかったです。ね、これね、まあ、ちょっと暗くなっちゃったんですけど、あ、やっぱり、ね、骨をやっぱ、すごい圧力になるとか、なんか、砕いて、うん、じゃないとあのとろみが出ないからね。ね、とろってしてた。これも最高に美味しかった。お酢入れてるとまたね美味しかった。追い飯もかなり美味しかった。また来たい本当に。今日はね、もうニンと歯磨きして一緒に寝ようかなと思います。君はこの2000円の歯磨き粉で歯磨きをされるんだ。さあ口を開けたまえ。口を開けたまえ。さあ、あ、口を開けるのだ、舐めるのではない。口を開けるのだ、この歯石の塊を。
見てみろ、この歯石を取らなきゃいけないんだ。そう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 、いい子だよ、お利口ちゃんだね、インタ君お利口ちゃん。あ、お利口ちゃんじゃない、お利口ちゃんじゃないよ、お利口ちゃんじゃないよ。噛むように舐めんね、昔から。はい、では寝たんでおやすみなさーい。